こんにちは、ベンジです。サイレントヒル4の続きをやっていきます。前回ね、この扉の外見たらそろそろ隣の番だって書いてたんですよね。アイリーンの番がそろそろ来るみたいですよ。で、その前にこの建物乱立、いや、わかんねえよ、アイリーン出てくるかもしん、いや出てこないね。これはリチャードの夢なんだから、ここをクリアしたら次アイリーンの夢になるのかもね。もう無視して入っていい。パスコードはロック解除してます。ここはで下行けない。階段が崩れていて通れそうもない。やられたわ、あいつ。だから気をつけろって言ったのに。これ永遠と登り続けるの。いや、リチャード死んだっちゅうことは、いや死んでないかもしんないけど、死んでたとしたらもうこの夢は終わりだよ。誰かいますかね。誰もいませんね。この声だけっていうのが結構多いね、サイレントヒル4は。あ、ヒルがいたね、今。うわ、下から、あ、ゴーストか。やっぱ HP 減るよね、これ赤くなってるとき。急げ急げ、いや引っかかった。すげえ。よしよし、ちょっとなら減っても大丈夫。ほい、これはアップレートか。うちのアパートの207号室のドアだ。リチャードの部屋か。混沌の名阪、建物乱立、文字と抽象的なものが描かれている。これでリチャードが部屋で死んでんのか。電気？風呂か。電気椅子だ。今ならまだ助かる。ダメ、触んな、触んな。ドロップキック、ドロップキック。うわ、ドロップキックだ。19121。うわ、いるよ。な、何が子供だ。なんか指さしてる。こ、子供じゃないか。じゃないじゃないか。子供じゃない。11121の男。あ、森の墓の。サイレントヒルのあの森の夢の墓の中に11121って書いてた。11番目に死んだ男だね。あ、11番目といえば、あ、違うな。第2の刑事は10人生贄にして最後に自分も死ねみたいなやつだ。で、墓はなんか掘り起こされてる感じだったから、死んで蘇ったみたいな感じかね、ウォルター・サリバンは。ありえるね。でも第1の刑事で何人死んでるか分かんないんだよね。あ、違う、これ難しいの。ここ、207号室の窓から男が指を指している。指を指している方角は303号室アイリーンの部屋。ああ、え、じゃあそいつがウォルター・サリバンってことかね。ありえる、ありえる、ありえる。この
大きさじゃ見えないよね。拡大してくれて助かった。アイリンどうなってんだ。あ、まず名判は閉めた。警部、また例の死体です。121の文字。やはり10年前の事件とそっくりです。そう、ウォルター・サリバン事件。しかし当のウォルターはとっくに死んでいます。はあ、やっぱり、やはり模倣犯でしょうか。それにしても、どっから聞こえてきてんだよこの警察の無線。こんなもんでいいか。でどうなってる。ぐちゃってなってないでよ。いないね。あ、いた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 。なんかセクシー、セクシーな格好してる。どっか行っちゃった。行っちゃった。こっちから出てきたりする。ん、それなんか一個外れてる。元からドアは開かないと。で、手形一個増えてるはずよね。増えてる。2、4、6、8、2、4、6、8、9、19ね。うん、19121だからね。何うろちょろしてんだよ。じゃあちょっと一回セーブしよう。はい、セーブ完了。じゃあ行きますか。いや、壁の穴どうなってっかな。とんでもなくでかくなってんじゃねえか。まずこっち、どうだ。ん、広がってんの。うわ、誰だこれ。紋章書いたのなかったよね。なかったなかった。ああ、もうまん丸になっちゃって。夢、あ、広がってっかな。どうだろう、広がったかもね。この穴は人間が作った穴じゃないな。次第に大きく、そして深淵に近づいている。この文様どこかで見たな。夢の中だろう。夢の中の穴と同じ風になってきてるってことよね。さあ、お次の夢はアイリーンの夢だろうな。どんなとこだろう。うわ、嫌な感じ。え？303号室だ。うわ、ウォルター・サリバンか、お前。アイリーン、多分それ大人になったウォルター・サリバンだよ。うわ、止まっちゃう。うわー、すごい、プレス2がカチャ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 ってなって多分ね、これディスクの傷、私が住んでいるアパートのようだわ。一体なんだここは。あー、自分のアパートがひっくり返ったところだね。なんだ、まず、あ、違った、なんか落ちてるかと思った。301号室 ?207 号室とか行ってみたいよね。うわ、セーブ？え？違う。
何も書かれていない紙だ。302号室のドアの隙間に挟んでおこう。あ ?302 号室のドアの隙間に挟んでおこう。なんで回覧板？わけわかんねえこと言ってんな。数ヶ月前に私にレアなポルノ雑誌をくれた隣のジョセフは大変忙しい男のようだ。またレア物があったらくれると言っていたのに、だいぶ前からなかなか相手にしてくれない。何かのジャーナリストと言っていたが、いつも何かを調べて回っている。しかし最近はどうも様子がおかしい。部屋に閉じこもったまま、部屋からは変な音が聞こえてくる。7月1日マイク。前の住人だ。302号室はヘンリーの部屋で、ヘンリーの前に住んでた人。ああ、愛しのレイチェルよ。なんだこの赤い紙切れは。俺への返事だと思ったのに。いや、他の便箋の方に書かれていたのかもしれんが、服と一緒にあいつに持っていかれちまった。クソ、俺の一長らが。マイク。待って、わかった。挟んでおかなきゃって言ってたでしょ今。これだよ。違うか。そんな真っ赤じゃないもんね。ポルノ雑誌。うん。ポルノ好きだったんだね、マイクは。ラジオがある。うわぁ、なんだこれ。風呂場？エレベーター？エレベーターっぽいよね。うわぁ、なんだ。エレベーター2つもある。なんだ、なんだ、なんだ。ゴシップ雑誌が広げておいてある。うわぁ。絶望を育む希望の家。だと思ったよ。サイレントヒル郊外にある、孤児養護施設希望の家。しかしその名前と裏腹に、そこで行われているのは子供たちへの虐待と洗脳である。この希望の家を運営しているのは 4S と呼ばれる慈善事業団体、サイレントヒルスマイルサポートソサエティである。確かに身寄りのない子供たちを預かり育てるのは立派な慈善事業であると誰もが認めるところだ。しかしその真の姿が邪教集団で、子供たちに施すのは正当な教育ではなく彼らの歪んだ教義であるとしたらどうだろうか。この希望の家の近くに住むスミスさん加盟はこう語る。施設の方から夜、奇妙な祈り声や子供たちの悲鳴が聞こえてくることがある。私も一度このことで抗議に行ったが追い返されてしまった。今も変わらない。私もまたこの希望の家に真実を確かめるために取材を行おうとしたが拒否されている。何も返事はもらえず、一枚の写真も許されなかった。取材に行った際、希望の家の近くで私は怪しいコンクリートの円筒形の建物を見かけた。この建物もまた施設の一部であるという。だがそれが何なのか、私の聞き込みに答えられる人は誰もいなかった。それがただの児童養護施設に必要なものとは思えない。そこは彼らにとって監獄であり教会なのかもしれない。希望の家を運営する真の団体であるこのカルト宗教は独自の名前はなく、地元ではただ教団と呼ばれている。古くからサイレントヒルに根付いている宗教だが、一部に先民思想的な過激な信仰がうかがえる危険な面も持ち合わせている。私は引き続きこの希望の家と教団について調査していくつもりである。真実を人々に、そして子供たちには明るく正しき道を示すのが我々の義務と私は信じている。ジョセフ・シュライバー。これが隣に住んでたジャーナリストが書いた記事かな。ヘンリーの前に住んでた。お、なんだこれ。ナースの写真だ。I love you と書かれている。裏に鍵のようなものがある。ナイス。え？ロッカー。こちら。この男は管理人？え？随分と若い頃の写真のようだ。裏に鍵のようなものがある。もし管理人室の鍵。サウスアッシュフィールドハイツの管理人室の鍵105と書かれている。なんかだいぶ荷物がやばくなってきたな。ちょっと泣き声が。
ラジオ鳴ってる。やべ、うわあ、とりあえず、いや、入りたくない。隣に挟んでから夢から覚めたい。絶対そういうことだから。でよ、なんか落ちてるけど、犬？犬の死体。うわ、挟まってるよ。私の部屋のドアの下に送られてくる状態にそっくりだ。どれだっけ、これか。よし、そういうことだと思うんだ。2枚挟んである。これで夢から覚めよう。ほい、で、現実では読めるようになってんじゃないかな、おそらく。あ、アイリーンの部屋も見たかったけど、まあそれは次行った時でいいでしょう。さてさて、ドアの下2枚挟まってっかな。どうだろうね、この夢と現実でこうやってやり取りすんのすごい楽しいな。なんだ、うるせえぞ。2枚挟まってる。日記だね。数字の謎が解けた。01121は1月21日か？あ、違う。0121。すなわち21分の1だ。あ、そういう？ちょっと待って。01。あ、その1がスラッシュだってこと？あ、そういうこと。21分の1。それで全部後ろが121なのか。彼、ウォルターは21人殺す予定だったのか。ただそれは叶えられずに終わった。10人殺人のうちの7人目と8人目、ミリー、ミリアム、ロケイン兄弟殺害の容疑者として逮捕され、拘置所独房内で自殺したからだ。え、9人目殺してないってこと？ん？いや、10人目。8人までしか殺してないってこと？ 9、10は誰が？ちなみに俗に言うウォルター・サリバン事件とは、その後に計10人殺害してたことが発覚してから、その呼び名で、当時世の中を震撼させた。ここで大きな謎が2つ。1つは殺害の動機、もう1つは目的半ばにしてなぜ自殺したかだ。彼はただ気が狂っていただけなのか。5月2日。これが前の住人が書いたあれなのかね。今から4年前、私の嫌な予感が的中し、体の震えが止まらなかったことがあった。21分の12と刻まれた死体が発見された時だ。待て、 12?12 か。うんうんうん。死後6ヶ月の死体だった。ウォルターは今から7年前、その時から3年前に自殺している。警察は第二のウォルター殺人事件、模倣犯の線で動いていた。しかし私は当時から何かが引っかかっていた。5月14日。なあ、半端なとこで終わっちゃったな。21まで行くのね。2、4、6、8、9。あと2人。アイリーンとヘンリーかね。お、多分、今のはアイリーンの夢だと思うから。ちょっとなんかしまっていこう。ロッカー、うちじゃないよね。管理人室1階なんだね。あー、何をしまう。威力そこそこ、威力がある。まあ斧かな。斧持ってこ。
で、このうるさいのなんだ？外か？どうだ？違うね。何の音だろうね。お前か？あ、洗濯機か？いない。姿が見えない。アイリーンの身に何か起きたんだろうか。いや、いないこと結構あるよ。いや、夢の中入ってるよきっと。来たね。なんだこれは。乾燥機から血が飛び散っている。うわ、止まったわ。ほんじゃあ今回はここでセーブして終わりましょう。ちょっとセーブします。何の夢か見ておこう。はい、アパートの世界でしたね。じゃあここはアパートの世界。いやー、なんかあれだね、ついにここに来たね。はい、じゃあ次回アイリーンに会えるんでしょうか。乞うご期待。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。